決めようね。これはこれ。
ナイスゴールでした。ありがとうございます。ゴール振り返ってもらえますか。そうですね。まあでも剛があのいい形で抜け出してくれたんで、まあ、その後走り出したら、まあ、守備が、まあ、あんまついてきてなかったんで、まあ、そのままもらえたら、まあ、シュートのイメージできてたんで、まあ、イメージの感じでいけてよかったです。札幌移籍後初ゴールになりますけど、そのあたりいかがですか。まあ、でももっとこうクオリティ上げてやっていかなきゃいけないなってところの方が、まあ、目立ったんじゃないかなと思うので、まあ、そういうところはまあもっと練習でこだわってやっていきたいなって思ってます。今日は左ウィングバックでの出場でしたけども、チームのシステムだとか周りとの連携っていうのはどうでしたか。そうですね、まあ、1戦目の練習場よりも、まあ、ちょっとこう、まあ、自分の中で理解して、まあ、動けてたんじゃないかなというふうに思うので、まあ、そこはこう継続してやっていきたいなと思います。この先練習試合多く続きますけれども、どういうところに課題を置いてやっていきたいな。まあ、やっぱり攻撃面で、まあ、結構連携はうまく取れてきてると思うんで、まあ、最後のところのこうパスだったり、まあ、トラップってところをしっかりこだわって、まあ、やれれば、まあ、もっと得点増えていくんじゃないかなと思うので、まあ、その辺、しっかり気をつけてやっていきたいなと思います。はい、ありがとうございました。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。